散歩しております。こちらは後編になります。前編で毛通寺行き、そしてトレイルラン、トレイルウォークをしております。そしてこれからこの道を通って金色堂へ向かっております。では散歩始めたいと思います。ちなみにこのウォーキングの道、クマさんが出没するそうで、前半でもお届けしましたけど、クマさんに木槌で木を何回も叩きました。あれを叩くとクマさんが来ないってことらしいです。ありました、これです。これです、これです。これです、前半でいっぱい鳴らした。さあ、これですね、こうやって、クマさん絶対来ないでよ、これから人間が通るからね。慣れてきた、うん、5回目だから、慣れてきたじゃん。で、今んとこクマに会ってないからね。クマさんが倒れてるよ。クマにやられたんじゃねえのこれ。やられてそう、クマに。でも叩かないと。あ、叩くやつもない。これだよ、ほら。クマさん絶対来ないでね。お気をつけてよ、落とし穴あるよ。危ないよ、ここ。急坂のマークだったんだ。傾斜みたいなイメージ。もうこの傾斜多分終わったから。多分。びっくりした。びっくりした。何よ。板が沈んでよ。びっくりした。この道にやってきた。普通の道じゃないけどね。ようやく極楽浄土。極楽浄土有料でしょ。いくら。多分無料じゃ入れないわ、そこ。極楽は高いよ、きっと。散策路制覇しました。いや、登らないでしょ、まっすぐですよ、まっすぐまっすぐ。頑張ったね。頑張りました。どうやって来たってこと。こっからこう来たってことじゃん。ほら、こっから入ったじゃん、こう来て、ほら現在地。やっと着いたよ。よかったよ、クマに会わなくて。怖かったんだよ。あ、でもあの辺じゃない、車いっぱいあるの。あ、本当だ。奇跡ですよ、もう通じから歩いたなんて。本堂って書いてあるよ。まずは先に金色堂の前に本堂でしょう。あっちは車道で、こっちが参道、ここなんじゃないの実は。そういうことじゃん、ほら。これか、やっと来たよ中尊寺。私たちは本当に歩いてきたよ。頑張ってから叩いてくれ中尊寺。おお、来たよ中尊寺。松がいいじゃん。流水で直接手を清めてください。よいしょ。こい、届かない。まず先にご神ちょっと渡していきましょうか。ご神いただきました。先に渡して金色堂行ってる間に帰ってもらえるかと思ったら駆け込みでした。なのでまだ本堂をお参りしてません。明治42年再建。じゃあお願いします。じゃあ金色堂行ってみますか。綺麗ですね。ここは目ですね。完全に目の神様ですけど、目の病気にご利益あります。目は人が生活するで欠かせない五感の一つです。目を大切にしてください。薬師堂さん、目を治してください。お願いします。あ、よくある絵あれですか。あれだあれだ。ここでとりあえず券は800円ですかー、みたいな。スイカで買いました。こんな感じか。
なんかまたタオル落としたっていう人が出てきたので戻らなきゃいけなくなりました。怒ってるといいけど、これ前も落としましたね。何か思い出しました。ミッフィー落としたんです。なんか最近しょっちゅう落とすんですよ。このタオルのために金色堂目前で戻らなくなりました。この本当さっき宮沢賢治を見ようとしたんですよ。見ようとしたところでこう呼び止められちゃった。賢治しか足比中尊寺七十何とシャリのことを。賢治さんもっと簡単にお願いします。正面にさあ金色堂内撮影することできません。これは私たちの目に焼き付けて後で感想言ってくださいよ。まさか金色堂だけに金色堂のための御神が売ってました。こちらも買っちゃいました。残念だ。極楽浄土あった。極楽浄土ありましたか。食事行きたいと思います。観山亭、観山亭からは景色が見えるみたいですね。なんですね、平泉いっぱい歩きましたね。生ネギですね。これがお寺で食べる自然薯そばです。この自然薯を入れてよくかき混ぜろと言われました。自然薯は結構高いですからね。これ1500円、1400円ぐらいしましたね。1410円、結構いいお値段のそばですね。まあ、お寺でそばを食べると薯を入れて食べたいと思います。私たちがお昼を食べたのは観山亭で、お寺が経営するとは思えない。ちょっと地獄ではね、なんかジャズみたいなのがあるんですけど、こちらこのギャップがすごいよね。なんかいろんなあれあるね。円形部分。円形だから行きたいね。立ち台。立ち台、うお、眺めいいじゃん。あれ新幹線？JR？ JR だね。さあ、円形部分お願いします。お願いします。弁慶ってどれですか。あれですか、弁慶。うん、弁慶が欲しいんですね。私たちは山を持ってるからね。音が楽でした。このサンドは結構やっぱだからあそこにギリギリまであのバスまで行っちゃうんだ。どこに弁慶の赤があるの。これ、弁慶の赤って書いてある。弁慶の赤、わ、見て、これですか。無料公園って、無料公園跡って書いてあるよ。何建物なんか、映画これ浄土庭園の最高傑作といった無料公園をご覧いただきます。これで見ると、ね、イメージだったんだ。こういうイメージ。こっちにあったってことでしょう。無料公園跡。平等院法王堂に似てることが確認されたって。全然イメージがつかないですね。
そういうことで今日は平泉駅から散歩しました。前編で毛通寺、そして後編で中尊寺行きました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。